はい、どうも、龍拳です。ルミです。二人合わせて、ダブラルです。お願いします。はい、ということで本日は1ヶ月休みまーす。私がね、私がなんか3月がね、なんかめちゃくちゃ忙しくなるようで、私そうですね、なりそうで、うん、私5日間ぐらい家にいない出張だ ね、 そうですね、出張がありまして、出張があったりとか、それ以外にもドタボーなので、うん、休むと思う。多分オフが本当に片手、ね、片手ではない9日間だけ。でも9日間とかって言うと普通っぽいんだけど、普通っぽい感じだけど、普通っぽいね。ただ2週間連続で仕事があって、ポカってちょっと休んで、またガってやってポカみたいな感じだから、週休2日ならいいんだけど、そうそう、それどころじゃないから。あ、そうだね、連続、2週間働きっぱなしみたいな、そう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 ぐらいで、結構大変だということなので、そうそうそう、今回はルイミンさんが、まあ、お休みする回がめちゃめちゃ増えるよっていう、3月はもうほとんどお休みかもしれない、はい、取りためてるものとかもあるんだけど、うん、基本的にはいないと思う、はい、4月頭ぐらいまでかな。そうだね、大体休んで、休みということなんで、まあ取りためしてる分とか、まああるんで、まあ、そこら辺は織り交ぜながらだけど、まあ、僕のねソロの動画がちょっと、うん、増えるかなっていう感じがしますので、はい、急にね、なんか俺がソロでやり始めてどうしたんだろうってなったら困るんで、いいんじゃない、先にねちょっとご報告ということでしておきます。アヒルシンも茶太郎くんもいるので、そうですね、みんないるのでね、よろしく頼みました。まあ何かって1ヶ月ぐらい、まあ、動画もあんまり出られないのもあるんだけど、うん、家事も家のことも一切触れられなくなるので、そうね、そうなるね、はい、状況的に、はい、状況的にね、なのでまあ夫に家を託すっていう、うん、任せてください。その家のことがさ、普段だいたい私がやってるからさ、うん、大丈夫なのかなって思うよね。洗濯も回せるのかなとかあるじゃん、一般家庭だと。確かに。うちの夫洗濯機も回せませんみたいな、最近はないと思うけども、まあ、龍拳さんなら大丈夫でしょ。まあ大丈夫でしょう。で、私はだから1ヶ月お休みします。はい。まあ、休みますと言いながらも、今まで以上にちょっと大変な月になるんだよね、お仕事的には。そうだね、今までにない、なんか今までやったことないことやったりとかするからね。うんうんうん、まあ最初で最後かなと思うけど、ね、まあまあまあ、そうだね最初で最後にして YouTube に専念しようと強く思ってるからね強く思ってたしね強く思ってるからね。そこはね、まあ、家のこともそうだし、まあ、動画的にはね、まあ、ソロ動画っつったんだけど、あのエアルのメンバー、うん、まあ、あの僕の兄貴のアイラクとか、うん、まあ、弟のね、あの誠とか、まあ、ゴーとか、うん、まあ、エアルメンバーいるんで、メンバーにちょっと頼って、うん、なんか企画もやろうかなと思ってるんで、いい、ね、まあ、そこら辺のね動画も上がると思いますけどもね、いいな、エアル、はい、ぜひよろしくお願いいたします。3兄弟バトルとか絶対面白いからね、はい、もうバチバチ考えてますから私はあの仕事先で楽しみに待ってます。あ、そうですね、はい、見ててください、見て動画見ますね。ルミさんはその出先で撮ったでしょ撮れたら撮るけど撮れないと思っとるのがいいんじゃないかなそうですね、まあ、普通に仕事で行ってるからね。いや、出張でさ自由時間あるように見えるじゃん、はい、ホテル着いたらすぐ寝てすぐ起きなきゃいけないじゃあ、 あの体質パンパンなんでしょ。パンパンだねでしょうねって思ったけど、パンパンでしたね。特に私枕変わると寝られない体質だからさ、うん、そこ不安だよね。不安だよ、どうしよう、ベッドがふっかふかだったらぎっしょだからさ、もう大人なベッド状態になるから寝つき悪いいや、それ自分で言うてるじゃん。そうだよね、それ自分でやってるそうじゃん。いや、やってるの、じっとしました。寝返った瞬間ぽよ、寝返ったらいいだめ、寝返すわ出張はそういえばどこに行くんですか。大阪に行ってきます。大阪、まあ我々関東勢なので、ね、そうですね、関西になかなか行く機会ない。ないね、僕も行ったことないですね。行ったことない。私の高校の修学旅行で行ったんだけど、迷子になって偉い目にあったもんね東京に馴染みがないとって、新宿の地下とか、うんうんうん、新宿乗り換えよくわかんないって、もう迷子になるって言うじゃんあれは迷子なり、それよりも私ね、大阪の地下の方がめちゃくちゃ広すぎて、そのわけわかんないと思う。へえ、うん、スケジュール見てさ、お土産買う時間ないなって思ってお土産買う時間がマジでない。最終日が終電で帰ってこないといけないさバタバタや。初日は早めに行ってもいいのね。うんうん、早めに行って現地で、まあ、よかったら観光もできなくはないと。でもさ、仕事のさ、これから怒涛のスケジュールまでの初日にさ、観光したとてさ、お土産どうすんのこれ。乾き物ならいいけど、私はね、午後一の肉まんが欲しかったの。いや、もう送ってくれればいいよ。だったら通販でいいじゃん
つまんない。確かに。鎌倉のくるみっこでも美味しいったんだけど、てか鎌倉のくるみっこに関しては鎌倉って買えなかったから通販で後日買いましたからね。そう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 だって、そうだって売ってると思ったら鳩サブレぐらいにいっぱい豊富にあるんだろうなって思って、鳩サブレ枯渇しちゃって聞いたことないから。ないないない。行ったらさ、もう午後ぐらいでさ、もう完売してます。ほとんど完売してる。お店行ったのにね。そう、いや、午後一の肉まんがどうしよう。新大阪駅に売ってるらしいんだよ、どうやら。情報によると。まあ、もしね、あのタイミングがあれば。あれば買ってきてさ、たこ焼きせんべいとかさ、いろいろね。買えたら。買えたら動画にしよう。動画にしましょう。買えなかったも動画にするかもしれない。買えなくても動画にする。ってな感じで、まあ大阪にね、出張行くということなので。なんか撮れたら撮ります。はい、なんか撮れたら撮ってください。あと誰か連れて行きたいんだよね。誰か連れてきたい。スタロー君はお留守番だから。そうね、じゃあ誰か行くっしょ。あれじゃないですか、この子たち連れて行こう、行こう大阪には。ブラッキー、ちっちゃいのノアちゃんとスモブクレちゃんとパルーですね。パルーですね、はい、これパルー、まあ電流だね、電流。電流パッと見絶対電流って分かんないから、パッと見電流って分かんないけど電流です。ゴーが見た時言ってたもんね、なんかこのピチューのまがいもん見てるんですけど、うん、これ電流だよ、ひどい電流だよ。そう、じゃあこの二人を連れて行きますので、うん、はい、はい、てな感じでですね、今回は3月休みます、休みますということで、妻休みます宣言です。頭もいないと思います。そうだね、うん、まあだからちょこちょこと、はい、はい、僕のソロ動画が上がりますけど、皆さん、はい、見ていただけたら嬉しいと思います。チャンネル登録解除しないでください。解除しないでください。帰ってきますから、必ず帰ってくるんで、ただ1ヶ月させ多分ほとんどいないと思います、うん。だけどこの3月週も毎日トークを続けるということで、そうそう、そこがなかなかすごい頑張らなきゃ。私ここに横たわりながら動画出演してるかもしれない。はははは、逃げる。あとはてってゅう先生に出ていただくしかないです。あ、そう、てってゅうとかいるんで、てってゅうに出てもらうか、はい、でも知らない方いるかもしれなかったけどね。ここはこれです、これに出てきた、これです、これに急に出てきた、この動画に出てきたやつ。あれ森に帰ったからな、森帰ったね、出てくるかな、出てくる。多分3月はね、出番出るかもしれない。あ、本当に。でてってゅうに言っとこう。はい、てな感じで、なので今後も引き続きよろしくお願いします。お願いします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい、また2023年中にチャンネル登録者1000人目指してますので、応援よろしくお願いします。動画は毎日夜8時に更新してますので、よかったら見てね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンとルミでした。お疲れ様でーす。3月生きるぞ、頑張ってください。え、リュウケンもな、俺もな。